どうも皆さんこんにちは、着圧です。今私はこちらです。珍しく今私は成田空港第一ターミナルに来ております。今ね、こちら成田スカイアクセスでね、この成田空港に到着いたしました。で、時刻はですね今15時32分ということで、本日はですねこの成田空港からハワイに行きます。いやハワイですということで、今回はですねフライングホールに乗って、ハワイにですねビジネスクラスで行きたいと思います。で、本来はですねこちらもファーストクラスをね、乗りたかったんですけど、残念ながらねファーストクラスはね乗れなくて、ビジネスクラスということで、3年前にですね、ビジネスクラスでハワイにはね家族で行ったんですけども、今回ね改めて、レビューねしていきたいなと思います。いろんなねビジネスクラスに乗ってきまして、改めてちょっとフライングホールね乗ってみたいなというふうに思っておりまして、できればファーストクラスでも、ファーストクラスがね良かったんですけども、こればっかりは、ね、しょうがないということで、ひとまずですね、今ね、3時半ということで、今日フライトはね8時とかなんですよね。ですのでチェックインできるかどうかちょっと分かんないんですけど、ひとまずね ANA のチェックインカウンター行って、行きたいと思います。で、今回ねなんでハワイに行くのかっていう話なんですけども、今回ね数箇所ね、回らせていただくんですけども、今回ね全旅程をヒルトンのねダイヤモンド修行ということで、私あと7滞在ぐらいで、ヒルトンダイヤモンドね防衛できるんですよね。ですので今回ねハワイ等々ね、それ以外にもちょっと回るんですけども、全てねヒルトンホテルで抑えさせていただいておりますんで、今回のね旅は、ヒルトンダイヤモンド修行の旅ということで、やっていきたいと思います。ということでひとまずねチェックインしていきたいと思います。で、今回ね成田空港を利用させていただくんですけども、私ね成田空港の ANA のスイートラウンジって多分入ったことないんですよね。はい。で、できればですね Z カウンターね、私ダイヤモンド持ってますんで利用したかったんですけども、残念ながらね Z カウンターまだねクローズということで、まだね利用することができないそうなんですけども、スイートラウンジね、どんな感じかっていうのもね皆さんにお見せできるかななんていうふうに思いますので、そこら辺もね楽しんでいただければなと思います。ということで、チェックインねしていきたいと思います。入れてくれるのかな。ということでひとまず行きましょう。それでは南ビング到着いたしました。でも昔来た時よりかははるかに人が増えてる気がしますけど、暗いですね。めちゃくちゃ暗いな。でも人は思ったより多くなってきてますね。もうこれは ANA のカウンターですね。ちょっと Z カウンターを見てからチェックインしていきましょうかね。多分やってないと思います。この本当に 2,3 日問い合わせた時はね Z カウンターやってないって言ってたんで、多分やってないと思いますね。ということで Z カウンター発見しました。やってないでしょうね。いやここは ANA のダイヤモンド持ってる人の憧れですよね。はい、来ました。ということで残念ながらチェックインカウンターは一時閉鎖させていただきますということで、いやいつか入りたいですねここから、とりあえず今回ね今年は ANA のダイヤモンド修行多分しないんで、今回のダイヤモンドはちょっと厳しそうですね。来年再来年とかまた ANA ダイヤモンドになる機会があったらぜひ利用したいですね。ということでチェックインねしていきたいと思います。多分そこら辺が ANA の係員の方たくさんいたんで、その辺でチェックインできると思いますんでチェックインしていきたいと思います。一応ダイヤモンド持ってますんで、ファーストクラスのチェックインカウンターでチェックインしていきたいと思います。 ANA の制服着られてる方が多いですが、エアカナダってか、やっぱりエアカナダですね。ありました。ということで ANA の、チェックインカウンターよいしょ到着しましたんで、奥にね、ファーストクラスダイヤモンドの、チェックインカウンターありますので、あそこでチェックインしていきたいと思います。ということでチェックインしていきたいと思います。ということでサクッとねチェックインさせていただきました。今回ねファーストクラスならずビジネスクラスでフライングホールで行きます。はい。ということで成田空港にはですね ANA ラウンジがね新しくオープンしたんですよね。何月だったかな、
ここ2、3ヶ月だと思うんですけど、オープンしましたんで、まずそのラウンジに行って、その後シートラウンジね、行きたいと思います。まあ、ANA ラウンジの方はちょっとね、あの見学する程度で行きたいと思います。いやね、成田空港、まあまあしていますけど、まあ昔に比べたら全然ですよね。そして、画面上はそうでもないですけどね、暗いです。なので、節電なのかもしれないですけどね。はい。ということで、ゴールドトラックを使って、出国審査等々ね、終えたいと思います。では行きましょう。ということで、出国審査完了しました。ひとまずね、21番ゲート付近だったかな、はい、ANA ラウンジ新しいところね行きたいと思います。いや普通にやってますね、はい、やっぱり節電だったんですかね、うん、こちらも普通にお店も全部閉まってるところなさそうなんで、いいですね、非常に活気があって、タックスフリー秋葉原もやってますね、やってます、はい、こんな感じでやってますね、はい、ということでとことん歩いてANAランジ行きましょう。いやー、いや成田空港久しぶりだないつぶりか覚えてない、よく考えたらかなり久しぶりですね、うん、制限エリアに松本清があるんだ、昔ここで何か買ったな奥様とハワイに行った時に、あ、息子も一緒に何か買いましたね、息子のおむつを買いましたね、はい、そうそう不覚にも全部預けるっていうね、あーでもここら辺はちょっとやってない店ありますね、はい、ディオールとかやってない、でこの反対側のタツってお店もやってないですね、ああ、これはちょっとあれですね、ちょっとやってない店もボコボコ出てきましたね、うん、まあ、一風堂とかやってますけど、やっぱり全部が全部じゃないですね、やっぱり利用してる人もそこまであれなのかな、うん、あでもこの一風堂はやっぱりすごいですね、うん、並んでおります、ちょうど今4時なんでこれから夕飯時ですよね、うん、この時間であんだけ並んでるってすごいな、あそうそうそう、プライオリティパス入れるカルラウンジね、やってたのかな今、あやってますね、やってるやってる、今回はカルラウンジはいいですかね、うん、3年前にも行きましたし、まあ、今回ね ANA ラウンジと ANA スイートラウンジでいいですかね、はい、21番ゲート付近に、なんかね、エスカレーターを下っていくみたいですね。21じゃなかったかな ?22 って、ありましたね。22番ゲートですね。ここら辺に下に下れるエスカレーターがありました。はい、行きましょう。ありましたね。はい、こちらです。どうなの？混んでんのかな？はい、ということでやってまいりました。こちらはね、新しく開業した ANA ラウンジですね。こちらプライオリティパスでも多分使えると思いますんで、はい、行っていきたいと思います。では行きましょう。ヌードルバーがありますね。ヌードルバーがありますで、飲み物、食事とあります。いいですね。ジャックダニエルもありますで、あとソフトドリンクで、黒ラベルと、こちらは何だ、パーフェクトサントリービール、ANA ラウンジ変わったんですね、これは知らなかった。でこちらにシャンパン、スパークリングワイン、日本酒、トマトジュースとかあります。あとおにぎり類ですね、ツナマヨ、梅、いなり寿司等々あります。あとこちらはサラダ、サラダいいですね、生野菜があって。でこちらがパスタ、焼きそばですね、エスニック風焼きそば、あと唐揚げ、こちらは蒸し野菜ですかね、あとこちらお米とカレーとオリジナルチキンカレーと、あとクラッカー等々があります、はい、こんな感じですかね。ということで ANA スイートラウンジ行きましょう。まあすごいね、新しくて綺麗でしたね、はい、まあ、ラウンジはかなりコンパクトな感じで、あれはちょっとプライオリティパスでもね一応使えるみたいですけども、これからどんどんね国際線が盛んになったらやばそうですね、はい、
めちゃくちゃ断られそうな気がしますね。ユナイテッド航空のラウンジやってるのかな、微妙ですね。ああ確か ANA ラウンジ行く途中にあったと思うんで、まあ、それも軽くやってるかどうかだけチェックしたいですね。多分クローズ、あでも成田からサイパン路線でしたっけ、運行開始したんで、もしかしたらやってるかもしれないですね。ちょっとそれも見ていきましょう。では ANA スイートラウンジ、まあ、ちょっとユナイテッド航空のラウンジも通り過ぎながら行きたいと思います。ということで、やってまいりました ANA スイートラウンジ、いや初めてですね、はい。で残念ながらですね、ユナイテッド航空の、ね、ラウンジ、通り道にあったはずなんですけど気づかなくて戻って見てまいりました、はい。今ね閉まってるということで、残念ながらですね使えないみたいですね。でそのユナイテッド航空の、ね、ラウンジ、指定ラウンジは今 ANA ラウンジになってるみたいですね。ということで残念ながら使えないということですので、スイートラウンジ入ってゆっくりしていきたいと思います。ね、今4時半で搭乗が8時ぐらい、8時半とかだったと思いますので、まあ、3、4時間ぐらいですかね、ゆっくりして搭乗を迎えたいと思います。ではね、初めてスイートラウンジに成田空港入りますので非常に楽しみですね。ということで行きましょう。ということで中に入ってまいりました。ここもねあれなんですね、こんな感じで QR コードを読んでね注文する感じですね。ひとまずね1杯目の注文は係員の方が取ってくれる感じなんですね。で今私がね座ってるのは一番奥の席で、よいしょ。で私がねカメラ持ってたのを気づいたのか、フライングホヌですか、ホヌ便ですかって、ハワイ路線ですかということで、はい、ここにねちょうどホヌが入ってくるということですので、こちらにね、案内していただきました。お話ではねここに入ってくるみたいなんで、めちゃめちゃガツンと見れそうですね、まあ、ちょっと暗くなりそうですけど、はい、非常にありがたい対応ですね。ということで今ね飲み物取れましたんでちょっと待ちたいと思います。それではシャンパンいただきます。なんと今来ました、今来ました。いやこれは嬉しい、今ちょうど来てます。いやこれはいいですね。おどのどうでもということで、いやめちゃくちゃいいところに案内していただきましたね。本当にありがたいです。ちょっとねレンズ越しだと結構遠めなんですけど、実際に見るとねもうちょっと近いです。ですのでフライングホールでねがっつり見たいとか撮りたいという方は一番左奥の座席ねおすすめですね。本当に一番左奥の壁側の窓側っていう感じですね、はい。ということで注文していきましょう。全部これでできるんで楽でいいですね。ひとまず寿司5貫いっときましょうかね、はい。あとねシャワーもちょっとね予約していきたいと思います。寿司5貫、いやめちゃくちゃお腹空いてるんでとろろわかめそばとお寿司にしましょうかね、はい、はい。ということで注文完了いたしました。いやいいですねこの、まあ、取りには行かなきゃいけないと思うんですけど楽でいいですね、はい。ということでシャワーもねちょっと予約していきたいと思います。ということでおそば、とろろわかめそばとお寿司ですね、はい、いただきたいと思います。ネタはマグロとタイとサーモンとアナゴとエビということで、いやめちゃくちゃ美味しそうなお寿司ですね。これなんか他のものを食べないでお寿司だけでお腹をいっぱいにしたくなるぐらいお寿司が美味しそう。このとろろわかめそばね絶対食べちゃうんですけど、いただきます。うまいですね。でシャワーなんですけど、シャワーねここ の, ネットとかそういうのじゃなくて受付の方の近くにねシャワールームみたいなのがあるんで、そこで直接予約みたいな感じですね。1時間から1時間半待ちということで、まあ、私は8時ぐらいフライトなんで全然 OK なんですけど、まあ、そんな感じになっております。ということでお寿司いただきましょう。さあ
これはマグロに見えないな、トロに見えるんですけど、トロじゃないのかな。これいただきます。めちゃくちゃうまいです。いや本当に最近確か羽田空港でも提供が始まったとか始まってないとか聞きましたんで、今度羽田空港でも利用したいですね、うん、タイかな。いやこれ本当にダイヤの間に利用できて本当に良かったですね。めちゃくちゃ美味しいです。ちょっとここまでね食事が充実してくれると、うん、いいですね、うん、羽田空港でも寿司とかね利用できるんだったらいいですね。昔あのダイニングエイチっていうね、もう今となっては幻になってしまいましたけれども、もう多分定期再開されないんじゃないかと言われているダイニングエイチっていうね、羽田空港の、ね、スイートラウンジで提供されてた、まあ、レストランメニューみたいなのがあるんですけど、そこではビーフステーキとかね利用できたんですよね、うん、もうあのコロナでクローズしてそれから再開されてないみたいですね、うん、まあでもねお寿司の提供が始まったということでいいですね、うん、でもやっぱりスイートラウンジということで混雑状況は全然ですね、うん、ガラガラまではいかないですけども、そんなに多くね人利用してないですし、ここね座席がこうザザザって続いてるんですけど、10席ぐらい、10席8席ぐらいか、誰もいらっしゃらないですね、うん、いやいいですよこれね、炎を見ながらねお寿司いただいて最高ですね。ということでちょっとねゆっくりしつつ搭乗待ちたいと思います。ひとまずシャワーがね1時間半ぐらいなんで、まあ仕事しつつゆっくりしながらね搭乗シャワー待ちますかね。はい、ちょっと後でねあの一応ねオーダーもできるんですけど、一応あの置いてあるものもあるんですよね。ですね、それもちょっと後でねお見せできればなと思います。スイートラウンジはこんな感じです。まあ、こっちもそんなに広くはないですね、うん、羽田空港のラウンジはやっぱり広いですよね、うん、全体はねこんな感じになっております。で左側にね奥にさらにスペースがある感じです。まあ窓がね綺麗に見えるんで飛行機もバッチリ見えますね。こんな感じでおにぎり、パン、あと野菜、フルーツとかねいただけます。ちょっと野菜も後でいただきましょうかね。でここはなんかもともと置いてあるものなのかな、ちょっとわかんないですね。でこちらに伝言掲示板があって、こちらに案内があります。でこちらにおしぼりかな、あ入ってないですね、はい、でコーヒーマシーン、あとソフトドリンク等々あります。でお酒、わあ響きがあるんだ、すごい響きとかあるんですね。これは飲まないわけにはいかないですね。ということで響きいただきましょう。あとビールはモルツで、お水、あとシャンパンはこれですね、ちょっと私は銘柄は分かんないですけども、シャンパン日本酒ともあります。はい、こんな感じで先ほど言った通りね受付で今やっているっていう感じですね。もともとシャワールームはあったけど今閉鎖してるみたいな、そんな感じですかね。それでは1時間ちょっとぐらいですかね、シャワー終われましたんでシャワー来ました。こちらは ANA のスイートラウンジとね ANA ラウンジ両方ともねシャワーブースはね、一緒っていう風になっておりまして、こんな感じになっております。ちゃんとねダイソンのドライヤーであったり、ここはアメニティですね、歯ブラシ、ヘアブラシ、コットンセットとバスタオルですね、あとスリッパとかも用意されております。でこちら雪肌精ですね、はい、でこれは何か、これは化粧水的なと思ったら、これは除菌スプレーなんですね、こんなのもあるんですね、はい。で、まあ、洗面台とお手洗いが一緒になっていて、シャーブースはこんな感じですね。可動式が一つですね。で、ちゃんとね、ボディーソープ、シャンプー等とかね、分かれております。それでは利用していきたいと思います。いやー、いいですね。いや、成田空港で思った以上になくてね、結構暑かったんですよね。ありがたいですね。では、上がりました。いや非常にさっぱりしました。ちょっとね ANA ラウンジ寒かったんで長ズボンとロンパン、ロンディーにね買いました。ということでもうちょっとね今6時で7時半搭乗開始みたいなので、
結構早いですね。まあフライング本なんでね、飛行機大きいんでね、搭乗は結構早めになってる感じですね。ということで、あと1時間ぐらいですかね、 ANA スイートラウンジゆっくりしたいと思います。ということで、こちらね PC エリアということで、こんな感じでね個室の部屋みたいなのがねあるんですよね。全部で4つぐらいねブースがあるんですけども、非常にいいですね。はい、でしかもねここ飲食もね OK ということですんで、いや非常にいいですね。こういったねヘッドホンとかもあるんですね。テレビがねここに映ってないか、はい、あるんですけども、テレビもね見れると、いやいいですね。はい、で電源類もね、まあ、PC ディスクということでこんな感じで USB ポートじゃない、あ違いますね、はい、こちらにねコンセントとか、あと LAN ケーブルとかもねあるんですね。でねこんな感じになっていていいですよね、うん、ジャケットとかもねかけれるようになってますんで、はい、ということでここでねちょっとゆっくりいたしましょうかね。ここねあのソファーじゃない、このビジネスチェアみたいな感じで非常に座り心地も良くて、でねここにねちゃんと足乗せるね台とかもあるんで、まあ、こう寝れますね普通にいやいいですね、はい、ということで、あとね1時間ぐらいですかね、ここでゆっくりして搭乗ね迎えたいと思います。それでは時間になりましたので搭乗していきたいと思います。時刻はね7時10分ということで、もうあれですね、成田空港は本当にめちゃめちゃ閑散としておりますね、はい、もうお店もどんどん閉まってる感じですかね、はい、で私は今回54番搭乗口、あっちですね、まあ、ちょこちょこお客さんがいらっしゃいますけども、あでも結構いるか、はい、こっち側が閑散としてただけみたいでしたね。54番搭乗口ありました。めちゃめちゃラウンジから近かったですね、はい、25分搭乗開始で、まあ当たり前ですけどまだ搭乗しておりませんので、ここら辺でもうしばらく待ちたいと思います。では本日乗るのはこちらですね、20時10分発のホノルル便 NH184 便ですね、ユナイテッド航空のコードシェアとなっております。ということで久しぶりのフライングフォーム楽しみですね。ではもうちょっとここら辺で待ちましょう。それではですね、今ね事前改札サービスが始まりましたんで、今回ね、グループ1で、搭乗させていただきますんで、もうそろそろね呼ばれると思います。じゃあねグループ1の ANA のねダイヤモンドのところもね結構並んでおりますね。ダイヤモンド持ってる方結構多いですね。あということで始まりますかね、はい、ということで搭乗していきたいと思います。では搭乗していきましょう。今回はねビジネスクラスです、はい、ということでフライングホールなんでビジネスクラスは2階ですかね、はい、いや楽しみですね。エアバス380ですからね。今回は 7K という座席です。ということで登場いたしました。今回ね 7K という座席で、フライングホールエアバス380ですね。久しぶりですね、はい、ちゃんとね機体の色もちゃんとね記載されておりますね、はい、ということで今ねちょっとあの CA の方にねあのご挨拶いただいたんですけども、結構今日はね揺れる予想ということで酔い止めの座を着たいと思います。はい、30分前にはね飲んで離陸をね迎えたいと思います、はい、でセットされているのは水、あとはこんな感じでセットになってますね、はい、アメニティとスリッパとヘッドですね。で枕と毛布とかね一緒になっておりまして、あとこちらがマットレスという形になります。まあこの
ビジネスクラスはね、自分で引いて利用する感じになりますんで、機内食が終わった後ですかね、はい、利用していきたいと思います。座席はね、こんな感じになっておりまして、モニターがね、あります。やはりね、大きいですね、はい、何でしょう、30インチぐらいですかね、はい、30インチ言い過ぎかな、はい、結構大きいね、モニターがついております。でここにね、コードをかけるところがついておりまして、下にね、足を伸ばせるスペースと、下が荷物入れですね。でちょっとね、いろいろ入れちゃいましたけど、ここにね、大きい入れる場所がありますんで、ここに物を入れておくことができます。ちょっと中見ます。こんな感じでかなりね、大きいスペースになっております。でこちら側にはですね、お水と、機内安全のしおりと、ここにエチケット袋ですね。でここにリモコンで、ここに AC ですね。で USB タイプ A がクリアにあります。でシートがね、こんな感じになっております。まあ、このフライングホヌもね、フルフラットになりますんで、この座席がね、はい、ここはしても、この座席がそのままね、ここまでついてフルフラットになる感じですね。 ANA のスタッカードっていう感じですかね、はい。でここにね、リクライニングのボタンがあって、ここにね、テーブルがあります。まあ、そういった感じですかね、はい。で今回ですね、窓際の座席 7K という座席になっておりますので、外の景色もね、バッチリに見ることができます。はい、窓がね、二重になっておりまして、めちゃめちゃ反射しておりますけども、はい、肉眼で見ると結構ね、外の景色も綺麗に見ることができます。ということで、まだね、登場したばっかりっていう風になりますし、また今回ね、フライングホヌのかなり大きい飛行機っていう風になりますので、結構ねかかると思います。しばらくね、飛行機が動くまで待ちたいと思います。いやー、いいですね。いやー、結構ね埋まってますね、はい。ビジネスクラスも 今の時点でもう7割ぐらい埋まってるんで、やはりね、ハワイの需要はすごいですね、はい、嬉しいですね。先ほど失礼しました。ということで、もうしばらく飛行機が動くまで待ちたいと思います。それではですね、結構時間がありますので、アメニティ開けていきましょうか。すごいですね。これは今後飛行機で使えるよってことなんですかね、はい。透明ケースに、ね、入れとく必要がなかったでしたっけちょっと私、液体とか持ち込まないんで分かんないですけども、はい。こんなね、ブレッドシーガルの透明のケースになっております。いや、かわいいですね。で中はですね、こんな感じになっております、はい。でこれを開けると、よいしょ、歯ブラシですね。歯ブラシ、お、あ、フライングホヌのエコバッグついてるんですね、はい。これはいいですね、はい、いいですね。であとは ANA のアイマスクですね。これいつもケースに、なんかプラスチックケースに入ってるのがね、普通かなと思うんですけど、なんかまた違うやつっぽいですね、はい。で耳栓っていう感じですね、はい。入ってるものは以上となります。でもこのケースもね、透明で可愛いですね、はい。ちょっとそろそろ奥さんにいらねえって言われそうですけど、プレゼントしたいと思います、はい。ということで、もうしばらくね、飛行機動くまで待ちたいと思います。それではウェルカムドリンクいただきました。スパークリングワインですね、いただきたいと思います。ということで、いただきましょう。しみる、うまいですね。またね、飛行機の中で飲むね、スパークリングワインもね、また違うんですよね。非常に美味しいです。まあ、このね、2階席の方はね、もう搭乗が終わった感じですね。一応ね、こう2階と1階で、1階がエコノミークラスになっておりますので、ちょっとエコノミークラスのね、搭乗状況が全然わかんないんで、なんとも言い難いんで、もうしばらくね、出発まで変わると思います、はい。ということで、スパークリングワインいただきながら待ちたいと思います。Welcome on board. Can I help you?
それではね、離陸いたします。それでは離陸いたしました。非常にあれですね、緩やかな離陸でしたね。やはり2階建てということで衝撃とかもねかなり少ないですね。ということで約ね7時間のフライトを楽しんでいきたいと思います。ということで離陸してねすぐこのね、メニューをねいただけました。今回はね和食洋食とね選べるんですけども、今回和食にいたしましょうかね。はい、ということで和食をチョイスしてオーダーしたいと思います。それではですねお手洗いに行きました。はい、アメニティはこんな感じになってます。フェイスシート、マウスウォッシュ、歯ブラシということで、このねフェイス&ボディシートね結構いいですよね。はい、まあ、朝までねシャワー等々利用できないんでねさっぱりできますよね。でこちらにハンドソープと紙コップ、あとペーパータオルとかねあります。こちらにね、おむつ替えシートがあって、こちらにね、全身映すね大きい鏡があります。こんな感じになっておりますね。まあそんなにねめちゃくちゃ広いわけではないですけども、はい、綺麗なねお手洗いでいいんじゃないでしょうか。それはですねフルフラットシートにしていきましょう。ちょっとね機内食まで時間がありますのでやっていきたいと思います。これかな、はい、ボタンを押していくとねこんな感じで、ではフルフラットにしました。こんな感じでちょっとね足元の先映ってないですけども、足先はですね向こう側にくっついてないですね。かなりねゆっくり休むことができそうですね。反対側ねこんな感じになります。かなり広いですね。はい、でまたね今頭ついてないんですけども、足元もねつま先ついておりませんので、ゆっくりね休んでハワイまでね行けますね。これはめちゃめちゃいいです。ちょっと戻していきましょうか。こっちを押していくと座席はね戻っていく感じですね。はい、で座席だけ前に出したりねすることもできますね。はい、ちょっと前に座席ね出すと普通の状態だとねちょっとここにね足届かないんですけども、ちょっと座席を前に出すとねこんな感じで、まあ、リラックスポジションみたいな感じで利用することもできます。まあ、そんなところでしょうかね。この Do not disturb っていうね邪魔しないでくれみたいなね、まあ、こういったボタンもあるんですよね。これを押すとここのねこのね台の上にですね光るようになっておりまして、まあ、これを押すと声かけられないでねゆっくり過ごすことができるみたいなねそんな感じになっております。いやいいですね。久しぶりに ANA のビジネスクラスのフルフラットシートを利用させていただきますけども、かなりゆっくりね利用できそうですね。ということでもうしばらくしたらね機内食が始まると思います。それでは機内食が始まりました。いただきましょう。こちらのアミューズは ANA オリジナルスティックとスイートポテトのリンゴあえ、エビサラダということでこんな感じになっております。ですかね。ということでいただきましょう。あ、こうい
湯をねついていただきますね。ではいただきます。おいしい、これはスイートポテト。緑茶です。あと ANA のオリジナルスティック。では入ります。ナッツが効いてて美味しいですね。それではね、機内食メインがね、来ました。あれなんですね、あのコースとかではなくてお盆に乗ってね、全部一緒に来る感じですね。ちょっとね、画像を出しておきますけども、ちょっとね、プレートで来てるんで、あのお見せできないのでね、はい、ちょっと画像で確認してください。ということでいただきましょう。やはりね、フライングボムでかなりね、搭乗されてる方もね、多いので、前菜からね、多分15分か20分ぐらいね、経ってると思います。すき焼きからいただきましょう。いただきます。いや、すき焼きめちゃくちゃ美味しいですね。こちらは煮穴子のハリハリごまみだし、トマト塩、いただきます。わさびがついているんで、はい、いただきます。わさびがまたね、あっていいですね。美味しい。ぐらいなんですけども、ベンションカカオミルクチョコレートいただきました。
せっかくなんでいただいちゃいましょう。これでお食事タイムは終わりですかね。はい、ということでこれをいただいて歯磨きしてね、11時ぐらいなんでね、はい、ではいただきます。こんな感じのチョコレートです。いただきます。なんて言えばいいんだろう、甘くて美味しいです。結構濃厚な味わいで美味しいです。いや、めちゃくちゃ美味しかったですね。はい、ということでちょっとねゆっくりしつつ歯磨きしてね休みたいと思います。ということで今ねカーディガンを借りて、ちょっと寒かったんでねカーディガンを借りました。ではベッドポジションしましたんで今日のところは休みたいなと思います。いやね、ほぼほぼ満席ですね。はい、9割以上埋まってる。空いてる座席もね多分1つか2つぐらいしかないですね。いやいいですね、こんなに搭乗率が、ね、高いっていうのはね結構びっくりです。ということで今日のところは休みたいと思います。おやすみなさい。4000円の 10%、 多分3600円ぐらいだと思うんですけど、ありがたいですね。ということでもうしばらくしたらホノルルに到着となります。いやーあっという間ですね、本当に。それでは到着前に、ね、朝食ということでいただきました。じゃあサンドイッチとあとフルーツヨーグルトということでいただきました。せっかくなんでね、起きましたんでいただきましょう。まあ、本当に簡単な軽食みたいな感じですね。はい、これ緑茶で、がっつりした食事じゃなくてよかったっすね。ではいただきます。美味しいですねこれ。卵とハムと玉ねぎトマトっていう感じで、サンドイッチっていう感じですかね。はい、美味しいです。あとじゃあヨーグルトです。ストロベリーヨーグルト、色がね真っ白なんですよ。わ、すごい、結構固めのヨーグルトで美味しいですね。いやこれだ、めちゃくちゃ美味しいですね。今ねフライトマップを映るか見てるんですけど、今回もちゃんとホルなんですね。これはいいですね。ということで、あとはね、ゆっくりいただきたいと思います。めちゃくちゃ美味しいです。ということで、着陸態勢に入りました。あとね、20分ぐらいしたらまだね、ハワイの方に到着となります。いや、めちゃくちゃ快適で、あっという間のフライトでしたね。外はですね、こんな感じになっております。
空港に到着いたしました。やはりエアバス380ということで非常に着陸もねショックは少ないですね。フライングフォムでの1時間30分の空の旅お疲れ様でした。ただいまダニエル K 井上国際空港に着陸いたしました。ただいまの時刻は9月9日午前8時48分で、ベルト着用サインが消えるまでシートベルトを締めになったままお待ちください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でございました。ということで無事ね、ダニエル K 井上国際空港に到着いたしました。ね、入国審査ね、まあそんなでもないのかな。いやでもね、周りの日本人の人に比べるとねかなり時間かかりましたし、めちゃくちゃ質問されましたね。まあ私ね一人なんでね、はい、ハワイに一人で来る人もまたねなかなか少ないですよね。ということで結構ね質問を受けて、はい、もう正直にね全部答えて、はい、大丈夫でした。はい、結構びっくりしたね。こんなこともあるんですね、はい、アメリカの入国なんてねすごい軽いイメージだったんですけども、結構質問されて10分ぐらい多分質問されたと思います。ということで今回ですねフライングホヌルに乗ってビジネスクラスね成田からここハワイまでね、来ましたけども非常に良かったですね。また次はねファーストクラスに乗りたいですね。今回もねファーストクラスちょっと逃してしまったんで、また次回ね利用したいなと思います。ということで今回の動画ね一旦ここで動画区切らせていただいて、またね次はダイヤモンドシグルねここで、まあここでっていうか、まあヒルトンダイヤモンドシグルねこれからやっていきたいと思いますので、まあ、こちらもね楽しみにしておいていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。